サポート付き貸し農園ならシェア畑。シェア畑菜園アドバイザーの馬場です。今日はキュウリ、スイカ、カボチャのウリ科野菜8月にやるべき作業についてご紹介していきます。いよいよ夏野菜も終わりの時期に入ってきました。ナス科の野菜というのは秋ぐらいまで収穫が楽しめますが、ウリ科の野菜というのは残念ながら8月が終了と思っていただければと思います。キュウリもだいぶ疲れて疲労して病気になったり、スイカやカボチャも収穫の時期となっています。なかなか長く栽培を続けていくというのは難しいので、8月を切り替える時期と考えてみてください。このキュウリやスイカ、カボチャというのは撤去することもなかなか大変なので、状況を見ながら作業は進めていっていただきたいと思います。今回はこれらの野菜の8月にやるべき作業についてご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。では現在のキュウリを見ていきましょう。8月になりますとこのようにだいぶ株も老化してこんな状態になります。キュウリも実が曲がってあまりいい状態ではないということです。この株の上の方もだいぶ葉が弱ってきています。だんだんとキュウリも実が肥大化しきれずに、このように途中から黄色く縮んだようになってしまいます。こうなってきますと、すでにこのキュウリの株は栽培終盤と思っていただきたいと思います。こちらは空中栽培をしている小玉スイカです。葉も全体的にしおれて、残るは実の収穫となっています。残念ながらこの先また花を咲かせ実をつけるということは期待できないので、収穫が終わったら撤去作業ということになります。ということで状況を見ていただきましたが、ウリ科の野菜というのは例えばナスとは違って剪定をしたり切り戻しをして復活するということがありませんので、先ほど見ていただいたキュウリ、スイカのような状態になれば、その後に収穫を終えてその後は撤去というふうな判断をしていただければと思います。それでは8月中にやっていただきたい作業についてご紹介していきます。まず一つ目は収穫です。収穫作業をやってくださいといった理由としては、この時期大変暑いので畑に行っていただく機会がなかなか空いてしまうという方も多いと思います。しかしスイカやカボチャについては、そのまま株からぶら下げた状態にしているとだんだんと状態が悪くなっていきます。特にスイカは収穫時期がベストなタイミングは一瞬で、少し過ぎてしまうと中が熟れすぎたり、最悪は実が割れてしまったり、株がちょっと病気に侵されていると実の方にも病気が移ることがあります。カボチャも同様で、うどんこ病が蔓延したり状態が悪化していくことがあります。収穫が遅れないようにどんどんと取っていきましょう。またキュウリも同様で、ここまでまだ収穫が続けられている方でも、この後の収穫が遅れると株へのダメージはこれまで以上の大きなものとなってしまいます。早め早めに収穫をして、これまで以上に早く収穫して実を取る意識をしていただきたいと思います。2つ目の作業です。撤去作業をしていきましょう。先ほどからお伝えしているように撤去の時期になりますので、そちらの方もどんどんと進めていただきたいと思います。その時にチェックしていただきたい点としては、根の状態を見てみてください。根にコブが発生している場合、根コブ病という生育障害が起きている可能性があります。根コブ線虫という線虫が土壌に増殖した結果、野菜に悪さをしている可能性があります。こういった線虫を撃退するには、撤去した後の太陽熱消毒や米ぬかを土壌にすき込んだり、マリーゴールドを刻んですき込んだりして撃退したり忌避していく必要があります。特に太陽熱消毒が効果が高いと言われてますので、もし次の野菜を栽培するまで期間があるようでしたら、ぜひ試してみてください。冬野菜の予定地であれば、元肥を投入して8月の前半から1ヶ月くらいやってみてください。その後に冬野菜を植えても問題がありませんので、撤去と太陽熱消毒をセットでやってみてください。3つ目です。秋取りのキュウリの栽培です。ウリ科の野菜はそろそろ終わりを迎えますが、まだ引き続き栽培したいという方もいると思います。そういった方は地映えキュウリというような、これから作れる品種を試してみてください。地映えキュウリというのは、名前の通り地面に這わせて育ててもいいですし、誘引してヤグラで今まで通り育てることも可能です。
栽培初期の問題点としては、すでにたくさん発生しているウリハムシの被害を減らすことと、植えた直後の高温から守ってあげることになります。この2点をうまく回避できれば、十分なキュウリの収穫が見込めますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。最後は残砂の活用です。つるが四方に大量に伸びているウリ科の野菜ですので、撤去は大変なんですが、もし手間を省きたい方は、まず最初に株元をカットして、つるをカラカラに枯らしてから撤去作業をしていきましょう。そのつるというのは、窒素やリン酸を十分に吸って、非常に栄養素が豊富な資材として活用できます。その後の土壌にすき込んだり、残砂堆肥として活用するなど、有効的に活用していきましょう。そのまま廃棄するのはもったいないので、使える方はぜひ使ってください。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。